ゴイ戦争は1868年うるう4月6日からうるう4月7日に市川船橋戦争で敗走してきた幕府軍の一隊と新政府軍が戦った房総最後の戦闘である。1868年うるう4月3日の市川船橋戦争に敗れた幕府軍の一隊は上総方面に南下、これを追って官軍も4日に検見川、6日に千葉へ追撃してきた。同日夜に上総国8万あたりで薩摩藩兵2人が幕府軍によって殺害され、これを機に翌7日、幕府軍と新政府軍は養老川で対峙し五位戦争が勃発した。幕府軍は養老川の渡り、船場の保持を村方に命じた。新政府軍は3方面に分かれて、右翼隊が岡山藩兵と大村藩兵反対が重討され、中央隊は薩摩藩兵、長州藩兵、大村藩兵が担当。そして左翼隊は津藩兵が東部台地上を本堂と並行する形で養老川上流の権現堂へと向かった。中央隊はまず村田川沿いに展開する敵を攻撃するために浜野の東方周辺に展開して前進し、右翼隊は本堂から西側の海岸を3回して前進し敵に接近した。ここでは鉄兵隊は頑強な抗戦をせず、徐々に養老川の線まで後退した。諸藩兵はこれを追撃して養老川右岸に進撃したが、幕府軍はここでやや強力な抵抗を展開した。ここで右翼隊の大村藩兵が渡河を決行して、養老川左岸に達し、幕府軍を側面より攻撃した。この側面攻撃によって、幕府軍は崩れて退却を開始した。中央隊は、この機を逃さず、急迫して養老川の渡河を強行し、幕府軍の第二戦陣地と想定された姉ヶ崎から、真東に渡って伸びている高地の攻撃に移った。正午を過ぎたあたりに新政府軍は、姉ヶ崎東方の高地の攻撃を行った。薩摩藩兵2隊と1番砲隊が本堂正面の旧幕府軍に向かい、薩摩藩兵1隊と長州藩兵1隊及び大村藩兵反対は右翼隊を構成して本堂から西の地区より姉ヶ崎市街方面へと前進した。また、新政府軍が東方高地の攻撃を開始した段階で、佐土原藩兵が遅れて戦場に到着し、中央隊の左方向へと前進する中で意図せず、岡山藩兵と合流して、左翼隊を形成した。左翼隊は、台地中央へと向かって前進したが、姉ヶ崎は、義軍府の根拠地であったため攻め落とすことは容易ではなかった。義軍府側の守備は、このように堅固であったものの、大砲はわずかに2門あったのみで砲兵の不足が、深刻であった。一方の新政府軍は、薩摩藩だけで砲5門と9砲を投入しており、佐土原藩と岡山藩も砲を有していた。さらに戦場は遮るものがない、明けた地であったため、諸藩兵は、小銃の射程範以外から砲撃を展開したので、精鋭とされていた、鉄兵隊も無力であった。したがって砲弾が命中するたびに、旧幕府軍は激しく動揺し、射撃が弱まったため、新政府軍は、平木勝地であるにもかかわらず、容易に台地に接近した。新政府軍右翼隊は、台地上から時々射撃を受けたものの砲兵の援護射撃もあって、大損害には至らなかった。また、右翼隊は、官軍きっての精鋭である薩摩、長州、大村の各藩兵で構成されており、これらは、姉ヶ崎東北橋の胸垣に急迫突入した。これに遅れて、左翼隊の佐土原、岡山の両藩兵も、中央台地を攻め上ったため、姉ヶ崎の義軍婦人地は午後2時過ぎにあっけなく、陥落した。一方、権現堂方面へ向かって東南台地上を前進していた津藩兵は、市原八幡付近から分派して、敵の小部隊を破り、幕府軍の駐屯地と思われた大師堂を焼いて、権現堂の対岸に達したものの、対岸、西広付近に敵兵がおり防戦したため渡河攻撃は容易ではなかった。津藩はこれに迅速に対応し、一隊を西広北方の高地に派遣し、高知忠より鉄兵隊に俯瞰射撃を実施した。精鋭とされた鉄兵隊もこれには手も足も出ず、川岸から撤退して、村落内に秘匿した。津藩兵はこの好機を逃さず、と化して左岸に上り権現堂村内へ突入した。このため、幕府軍はここでも撃破され、津藩兵はさらに追撃して、姉崎東方の北面高地を占領したが、すでに新政府軍主力部隊が高地を占領した後であった。この五位周辺の戦いで新政府軍側の損害が、わずかに戦死1人、戦傷者28人程度であったのに対して、幕府軍側の損害は、戦死50から60人、戦傷者140から150人と壊滅的であった。うるう4月8日に、新政府軍は、魏軍府の拠点である木更津と丸八を攻撃するために、薩摩、長州、大村、佐土原の各藩兵が奈良林に集中して、木更津に向かった。しかし、木更津には徳川義軍の姿はすでになく、義軍府所隊は7日夜から8日朝にかけて大半が海上に逃亡し、主力は江戸に、一部は榎本武揚の艦隊に逃げた。また、岡山藩兵と津藩兵は、丸八に向かい、途中横田村の高田円勝寺に、幕府軍が集結しているという噂を聞いて、同時へ入ったが、ここも敵の姿はなく、進軍して、丸八に到着して、真如寺に達した。ここにも敵影はなかったものの、幕府軍が再びここを根拠地として利用することを懸念して、真如寺を焼却した。一方の義軍府側は、最初に、長須賀村の泉貯寺を本営として、その後丸八に移したとされるが詳細な動向は不明であった。また、義軍府総大将、福田八郎右衛門道直の戦後の動向については、一切の記録が存在しない。丸八に駐屯していた義軍は、下総国近江川の鹿島神宮社へ屯駐していたところを接遇され、小銃と弾薬を押収された上で、江戸に連れ帰ったと考えられており、これらの部隊はほとんど戦闘もせずに撤退した。また、鉄兵隊指図役頭取の千石三郎率いる150名弱の部隊は、詳細な行程は不明なものの、日光山に向かって進発し、宇都宮付近がすでに官軍に占領されていることを知ると迂回して、下総日立から中川を遡った。しかしこの部隊は、うるう4月14日に中川左岸で薩摩藩、宇都宮藩、大垣藩の奇襲攻撃を受け、13名の戦死者を出して散乱してしまった。こうして徳川義軍は壊滅し、暴走は新政府が平定するところとなった。市川、船橋戦争から始まった暴走の戦闘はしばたたく間に、官軍の圧勝という形で終結したのである。徳川義軍の敗因には、義軍府側の首脳部に、確固たる人材が全く存在せず、精鋭とされた鉄兵隊自体が実際には戦意に乏しく、評判倒れの結果に終わったことが挙げられる。一部は、箱館戦争まで抗戦したものの、徳川義軍府の主力による反抗は、この五位戦争以降完全に不可能となったのである。ありがとうございます。